起立気をつけ。こんにちは、月のミトです。よろしくお願いします。ということでね、皆様どうですか、学マスやってますか。私はね、子供の相手は得意なんです。家で慣れてますから。やってますね、めっちゃやってますね。ね、本当にやってます。すいません。どのぐらいやってるのかっていうと、このぐらいやってます終わり終わり、もう終わりだよ、もうおしまい、私の人生はおしまい、シャニマスに吸収されておしまい、もうおしまいなんです。はい、すいません、人生終わりました。ありがとうございました。毎日毎日学マス学マス学マス、もう何も手につかないよ。どうしてくれるのこれ、責任取ってよね。クリアしてって草とね言われておりますね。まあクリアだと思ってたんですけどね、出ちゃいました、新 SSR、 これですね。あ、聞きたくない聞きたくない、やだ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 、私の手でライブ達成させるまでこの歌声は絶対に聞かないんだ。だってもうこれさ、おかしい、だってここで SSR でさ、うまい歌流れてるのおかしい、おかしいんだよ。いや、さ、ごめん、これはっきり言っていいか、これ NTR です、これ。だって私が育成させてないアイドルがうまく歌ってるわけないもん。誰にされた育成、それ私してないよな。藤田琴音のボーカル値上げてないよな。使える使える、これはいける。あ、初めて見ます。今日の自主レッスンはここまでにしておくわ。これ言い忘れてましたね、私が学マスで全員親愛度10までやって、ようやく担当が決められそうなんですよ。先です、はい。私、本当にいい匂いすると思う。いやー、先だね、私わかるんだけどさ、いや、なんなら先好きです。嫌な匂いでもね、このね、いい匂いしなくて、まあ、別にそこは本質ではないが、この目がキュッてなって、ドヤッみたいな方が盛り上がってるのめっちゃ可愛いと思う、まあ、別にそこだけじゃないんだけど、さきかな。で、さきと琴音の絡みが結構好きで、さきが琴音のことをまあ先輩って呼んでるんだよね。ちょっとまあなんかとある事情があって若干尊敬の念抱いてて、まあ、それがすごい好きなんだよね。あまり根を詰めすぎると明日のレッスンにも差し障りがあるし、相変わらず体力お化けかってな、ダンスはまだ琴音の方が上手だけど、すぐ追い越してみせるわ。さっきってマジでさっぱりした性格で、なんか本当になんか格があるんだよね、めっちゃ。最初さ、ちょっとなんか小悪党感というか、どっちかっていうとライバルキャラっぽいなみたいなこと言ってたんだけど、私なんかこれの初星コミュの最初のやつで結構だいぶ好きになって、さっきってなんかもうめちゃくちゃこう武士道がなんか武士道を持ってんだよな、この人すごい、なんか正々堂々さっぱりみたいな感じの気持ちがいいんだよね、見てて。はいはい、まあ確かに最近めっちゃ上達してるよな。いや、練習するからね。そう思う？やっぱり？思う思う、私なんて本当にすぐ抜かされちゃうかもな。やめな、ことね。あっさりないでしょ。この私を誰だと思っていたの？この顔可愛すぎるんだよな、このドヤってこのちいかわのモモンガみたいな顔。少しは謙遜しろよ。いいね、次はボーカルのレッスンね。え、今日そんなやんの？これで終わりじゃないの？レッスンルームは埋まってるから早速カラオケに。おい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 、お前疲れるよ、さき。いやいやいや、今日のレッスンこれで終わりじゃねえの？何言ってるの？ボイスレッスンはダンスのレッスンとは別でしょ。お前とアイドルやるの疲れるよ。マジか。どうしました？お、プロデューサー、ちょうどよかった。だま、いつものメニュー終わったんですけど、ちっとも疲れた感じがしなくて、出た、そのレッスンを増や
ダメです。ダメです。ブリ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 ブチチブブブチチチチブリリリブブブブブブブ。いいですよ、無理しない範囲でなら。無理しないで範囲でならで無理するんだよな、多分。許可した途端過労で倒れそうなので。そんなことないですって。ちゃんとトレーナーと相談しながら増やしますから。いや、最後の一存は俺にあるから。お願い。いいよ。ダメです。無理無理。仕方ありませんね、少しだけですよ。ちょろん、かわいい。ありがとうございます、プロデューサー。あ、いい。めっちゃお前自分の可愛さを分かって、ムカついてきた。あー、ムカついてきた。ちなみにこのね、水道水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 、あ、水道水じゃない、合いますね。これね、パラメータ10がね、集中とか乗るんだよね、これね。これびっくりですよね。行ってよってなりますよね。はいはいはい、オッケーオッケー。で、じゃあトークタイムでいきますか。キャピッキャピッ。いいですね。うん、絶好調でした。いい匂いする。よし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 。あ、やべ、そうだ、パラメータ使ってなかったわ。手札をすべて入れ替える、意外と好きなんですよね。でもこれロジック型とかで結構使ってる。